せーの、ちょっとそこまで、どの辺まで、ちょっとそこまで、どの辺まで、今日はどこまで行けるかな、とりあえずやってみよう。ヒーハー、スキマスイッチのこの辺までやってみよう。はい、はい、ということで、今日は何をするんでしょうか。今回あるアーティストの方をお招きしていると。おお、ついに来た、ついに来たアーティスト。ではこの方です、どうぞ。失礼します。おはようございます。ようこそ水野、来てくれた、ようこそ。ありがとうございます。あ、すっげえでっかい事務所だなと思ってます。めっちゃオフィスも綺麗だし、オーガスタすげえなと思ってます。声大きいな。そうか、この辺までということで、今回改めまして水野さんの YouTube チャンネル広場さんとのコラボということで、はい、お越しいただいたのでございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ようこそ、ようこそ。まあもちろん面識あるということで。はい、面識ありますよ。それだから、まあ、もう古いですよ。だからそういう意味では十何年、15年ぐらい、15年ぐらい ね、はい、クリスマスの約束っていう、まあ、小田和正さんの番組が毎年ありまして、うん、小田さんに集められた。だから毎年必ず会う水野は、もうオーガスタ所属の方以外で一番後輩っぽい後輩だと思ってます。なるほど、なるほど、なるほど、まあ、だってだもんね、所属してないのに。所属してないけどめっちゃ後輩だって思ってます。確かに、デビュー年そのままの付き合いだもんね。そうですね、1年目から。はい、1年目に出会ってるので、ね、もう2人にもそのまま積み上げてるんだもんね。はい、確かに、すごく可愛がっていただきます。はい、年齢は、まあ、意外と近いんだよね。近いよね。4歳とかですか。4歳ぐらいか。僕ら43歳、78年。これが結構難しくて、ファンモンの加藤君、ファンキー加藤君、加藤は同じ年ですよね、うん、ファンキー加藤君デビュー同期なんですよ。おで、デビュー同期としてタメ口で話してるんですよ。年上なんですけど、4つ上だけど。で、現場で隙間のお二人に会った時に、ファンキー加藤くんは隙間のお二人とわいあいタメ口で喋ってたんですよ。まあまあまあ、上下感ない感じで。ああ、芸人さんみたいな、そのキャリアが早ければ先輩、うん、兄さんとかっていうことでもないですね。ないですね。はっきりしてないもん、そこね、うん、プライベートの関係とかどういう感じですか。プライベートあんまりそんな会ってはいないけど、行ったことないか。ないですね。たまに結婚式に出ていただいたぐらい。そうか、うん、たまに LINE するぐらい。はい、そうだね、うん、あ、なんか急に距離ができた感じ。急に、いやいや、急にやっぱ確かに、いや今言われてみて、確かに水野とご飯とか行ったことないな、うん、よく会ってるのに行ってないね。そうですね、そうだね。まあ、だから別に避けてるわけでもないけど、行ってないね。はい、そうですね、はい、まあ、このまま行かないとこうか。せっかく水野さんにお越しいただいたということで、うん、こちらの企画をやっていこうと思います。はい、題してありがとうって伝える選手権。おー、なるほど。ありがとうって伝える、ありがとうって伝えたくて、ありがとうって伝える選手権。まあ、普段照れくさくてなかなか言えないありがとうという言葉を、うん、まあ、伝えてもらおうという企画でございます。うんうん、はい、でですね、ボックス出します。ボックス、ボックスでいいこと一個もないよ。大体何が起きるかね。ちょっと年金入ってますね。いつもこれだから。それはありがとうっていう気持ちがあろうかなかろう関係なく、とりあえずありがとう、感謝を伝えなきゃいけない、ね、っていうね、ゲームね。なるほど。感謝の気持ちないんですか。いや、わかんない。ない。物に入ってるか知らんかも。カードを引いて単語を確認した瞬間、はい、日村あかりさんの名曲ありがとうを流します。お、使っていただける。すげえ、ありがとうございます。で、そのイントロの間に感謝の言葉を考えて発表してます。なるほど。そんなにイントロ長くないですけど。それで感謝の気持ちがちゃんと伝わったら、うん、日村さんと吉岡清江さんのお金しか流れます。なるほど。要するに工場ね。そうです、そうです。言ったら 前工場、前工場と一緒ね。いまいちピンとこないなと僕らが思ったら、うんうん、もう一回流します。行けるまでやんの。いや、まあ、僕らの OK 出るまでやり続けるという。地獄のやつだ。意外とこの番組ド S だ。そう、だいたいこう、このね、スタッフがド S なのよ、うん、だいたいこうなってるの。じゃあ最初、小田さんカードを引きなさい。よ
むずいぞこれ。これむずいぞ。何？猫。何？猫。猫飼ってない。飼ってない。飼ったことない。飼ったこともない。飼ってない。どちらかというとしかも犬は。飼ってないのに飼っちゃいます。言えるの？数々の猫ファンの皆さんはきっとこの猫の存在にすごい助けられてるでしょう。そして僕はそういう動物好きな人たちに対しての、ありがとうという気持ちもとても持っていると思う。なぜなら僕は犬を飼っていたからね。だからあの、ね、犬派で申し訳ないんだけど、でも猫派の人たちもすごいと思うよ。ありがとう。そりゃそうやもん。だって何を言うのこれ。だってあの何一つ言葉が入ってこなかったもん。ありがとうあるかな。何を言ってんのかなと思ってたもん。長いもん。猫でしょ。いつも可愛い仕草をありがとう。やっぱりそういうことやな。うん、そうそうそう。あんまり。くねくねしてもいいってこと。あの、くねくねしてもいいけど一言も入ってないんだよ。ありがとう。何を言ってんのかな、うん、相方ってずっと思ってた、うん、猫にないもんまだ。なんなら犬は飼ったことあるけどねを聞こえました。そう確かにそこは僕は思いました。そうなんだみたいな、うん。音楽。あ、これはいいじゃない。これは聞きやすいね。真面目に言った方がいい。真面目に言った方がいい。真面目にでも感動的になりそうだけどね。とはやっぱりね、歌詞考えてるしね、みんなね。確かに。やっぱり言葉を操るという人は一流ですから。僕にお金をくれてありがとう。ダメなんだ。今の良かったと思ったけどな。だいぶ踏み込んだよな、ね、今ね、水の漏らしさを取っ払ったからね。取っ払ったのに。ちょっと待って素晴らしい感動を与えてくれてありがとう。違うんだもうドツボだよ、ドツボだよ、ドツボだよ。いや俺1個目の良かったと思ったけどな。1個目で結構全部捨てたよ。そうね、全部捨てたよ。そんなもんがないもんな、うん、組み合わせるのかな。これ音楽があってくれたおかげでスキマスイッチのお二人に会えました。ありがとう。あ、わ、これでいい。これが正解なんだ。よかった。よかった。ピオちゃん歌ってくれた。ただ僕台無しにしただけでした。本当だよね。自分の何かを犠牲にしただけやんか。よっしゃ。はい。冬いいな。冬は俺あれ全然あるぞ。冬いっぱいあるよ。あれたくさんあるよ。こたつのありがたみを教えてくれてありがとう。声ガッサガサ大丈夫かな。まあそうだろうな。まあそうだろうと思ったよ。が長かったですもんね。が長かったあれもシンキングテーマだ。何いっぱいある、いっぱいある、ほら冬だった、いっぱいあるわ。高校の時に、スキー旅行に女子と行った時に隣の席に座ってくれた。何迷ってんすか。もう一回流して。まとめられない。冬って何や。今何踏みとるの。気になる。冬って何。続き気になるし、それ何それ。隣の子誰だよ。何それ。どうなったの。坂本冬美さんありがとう。冬だ。冬だな。冬ですよね。坂本冬美さんの名前出ちゃったらね、もうね休憩するしかないです。むずいぞこれ。むずいでしょ。むずい。そのお約束みたいに1回目は止めるっていうのやめて。違いますよ。行きます。夜か。
いつも曲作るときは夜です。なぜならそれは集中力がすごい上がるから。夜、あいつもありがとう。やったそれぐらいでいいんだ。よかった。本当にそう思ってるんだろ伝わった本当にそう思ってる。違う、この人昼の1時から曲作ってんだよ昼の1時から5時までって決めて曲作ってるんですよ。5時じゃねえけど。いけるぞ。相方。うわこれは嫌なやつだな。出なくてよかった。まだあるかもしれんぞ。わからんな、これは。これはわからん。地方の一人仕事のラジオにまでわざわざメールを送ってきて存在感を示してくれてありがとう。お、いいじゃない。いいじゃない。おー、開いた。一発 OK。 いや、今の良かったと思うな。良かったね。僕のね、一人仕事のところにもすごいね。広岡さんはね、メールを送ってくれるんだ。優しいな。広江ちゃんから来てますよみたいな。あ、優しい。そういうのやってくれるんですよ。いや、今のは今素晴らしかったね。あ、ごめんなさい。入れなくていいからおかしくないそれ。相方、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 どういうことガシャガシャガシャと。いけ。お、なんだ。あ、恩師の先生。お、ストレートすぎて結構大変なやつ。うん、本気だったよ。どうだ、どの恩師、どの先生、恩師の先生いっぱいいるもんな。どの年代かな。出席日数が足りなかったけど出席にしてくれた高校の先生ありがとう。なもなましいな。そうやな、そりゃそうやな。そりゃそうや、あかんもんな。あかんことやもん。違反の先生やろ。恩師の先生、恩師いっぱいいるもんな。小学校、中学校、高校、専門学校。あ、わかった。中学校の時の音楽の先生、僕の、音楽の才能に気づいてくれて、中学校の学園祭のテーマソングを作ってみないって誘ってくれて、それが僕の最初の作曲です。音楽の先生、ありがとう。すごい。これはすごい。これはそうだ。よっしゃ、本気のやつだ。これはめちゃくちゃすごい話ですね。そう、本当そうだ。紛れもない。お題について考えてるときに上向いてる大橋さんがなんか大サビ前ぐらいの緊張感ですよ。こっから来るぞ来るぞ行くぞみたいな。考えてみて上向くわやっぱ。ということで予定ここで終わりなんですけど。あら、もういいんじゃない、終わりでいいんじゃない。終わりでいい、終わりでいいと、終わりでいいと思うよ。もう一周すごい行かないでいいよ。すごいいい終わり。今いい話したでしょ。本当足りるのかな。まだ入ってる。まだ入ってる。いや、まだ結構入ってるよ。そうなの。ベン。おでん。おでん。おでんか。なるほどね、おでんね。はい。はい。収録物とかでご飯が出なくていつもお腹空かして夜10時ぐらいに帰るんですけど、その帰り道にコンビニで売ってるおでん、ありがとう。それはコンビニに対してのありがとうだよ。おでんダメだか。おでんなんだけどな。おでんですよ。お腹満たしてくれるからな。なんだおでん、おでんいつも最後に残るウインナー入りの、はんぺん、家族でいつも分けてます。ありがとう。あんまり分からない。誰もね、最後に分からないけどな。美味しいんだよ、甘い。二度目の相方来るか。いや、それありますよね。相方が去っちゃったんでね。なるほど。そう、去ったバージョンもあるんですよ。確かにね。ハンバーガー。ハンバーガーね。ハンバーガーね。めちゃくちゃ純粋に感謝はしてるけど僕は。本当に本当の意味で感謝してる。本当に。
浪人時代にお金がなくて隣でなんとかなんとかバーガーとか食べてる予備校生を見て本当に腹が立って、いつか毎日ハンバーガー食えるぐらい稼いでやるって思わせてくれてありがとう。なるほど。これはいい、これはいい、いい話。本当なんですよ。そんな金なかったの。本当、本当なんです、ね、本当なんです。確かに本当なん、僕もそうだった。普通のチーズバーガーな、ね、あのマックで安売り、そうそう、なんてさ、120円とか当時69円とかだったすごい安い。20個買いだった、20個買いだった、冷凍してた20個冷凍してパンだけ食べて、パティは夜ハンバーグ定食にして食べた俺もそれもらった。優秀の美容よっしゃ来たね。飾れるかな。来いお母さんえ、違うところから嫌だな普通のやつ寝れない。まあ、僕を産んでくれてありがとう。もう一回、まあ、そうそう、ね、一回つなぎだから、ここは、うん、そんなわけないもう分かってる、そんなわけない分かってる、うん、そうじゃない女だ、うん、100万人が言ったセリフで終わるわけない。大橋拓也らしさが言うから、大橋拓也しっかり言えないありがとうがあるから、ね、あ、分かった分かった、やっぱりね。お母さんが、キッチンで料理をしているときに、僕リビングでブッておならしたら、うん、え、何拓也って、それに対しても返事してくれてありがとうもう行けた、行けた、やったやった、見ました、すげえ。これ本当にそうだったんですよ。これ説明すると、お母さんジューってこうやってやってて、僕リビングで何気なくね、テレビ見ながらブッって言ったら、あ、何って言ったら、彼とおならが同じ成分だったからね、倍音が。どうでした、ありがとうって伝えられましたか、心のままの。うん、まあありがとうと思ってないものもあったけどね。そんなことないよ。しょっぱなだったな俺。そんなことない。本当に。できちゃうんですよ。でも、あの、なんか、はい、こういう風に使える楽曲を作れるこのさ、やっぱさ、そういうとこだよな。最後にそんな褒め方あります？そう。だってこんなうまいこと、そんな変化球あります？ゲームに使えるような、ね、正直今回流れたのイントロだけだから、本間さんだからね。あそこのところ、ありがとう、ありがとうところはそうですけど、おーおー、でもすごいと思う。あ、そうですか、 ありがとうございます。この辺まで、はい、ということで今日はあの水野に来ていただいて、あります、広場、はい、ね、とのコラボレーションということで、ね、はい、終わりますね。なんかこうやってあのいろんなコラボレーションもしつつ、はい、水野もだってまだ始めたばっかりでしょ。始めたばっかなんで、ぜひ見てください。なんかこう広まっていくといいですね。ね、本当に塊になってね。ただ広場ではお題トーク的なことやったことないですそんな、ね、見たことない。しかもこんなあのスタッフ笑い声とかないです水野がボックスから何かを弾いてるの初めて見たおでんに感謝とかしないですよすごいな。やばい、でも楽しかったです。ありがとうございます、はい、すごい楽しかった。どうもありがとうございました。ありがとうございました。また何かあればはい、お願いします。遊びに来てください、はい、はい、ということで今日はこの辺まで。チャンネル登録お願いします。